ドラゴンじゃ。ドラゴン？あれは彗星かと思います。騙されたらしき。だが近くで見るまでわからねえだろう。この国にしかいなかったらわからねえことは山ほどある。たくさんの国へ行き、たくさんの人と会え、そして友達をたくさん作りなさい。友達？この世で一番大切なものじゃ。どんな時でもお前を支えてくれる。お前のために涙を流せる友達がいたら一生大切にしなさい。マイケルのことか。僕、涙は出ませんよ。機械に心はありませんから。誰にでもあるものじゃよ、心。今日の動画のアップロード完了っと。ねえねえレベッカ、次はどこ行く？あのね、この星惑星グランベルって言うんだけど、星一つが丸ごとテーマパークなんだ。でもガイドに寂れたテーマパークってある。100年人が来てないらしいって。逆に誰も動画に撮ってないってことよ。ここでついでに目いっぱい楽しみましょうね、ハッピー。えい。レベッカ、見えてきたよ。思ってたよりすごそうだね。寂れたテーマパークって聞いてたのよね。100年ぶりのお客様、来店！客が来たぞ！人間なのか？おお、すげえ！柔らけえ。なんなのこいつ。何？友達になってくれ。友達に！ナルト！それで、シキはなんでいきなり友達になってって言い出したの？死んだじいちゃんが友達いっぱい作れって言ってたからさ。だからって、いきなりすぎてびっくりしたわ。知らない奴に会うの、俺初めてなんだ。ここのみんなとは全員友達だからさ。酒場のミトラ、仕立て屋のジョン、そしてこいつがマイケル。よろしく、レベッカさん、ハッピーさん。お前らはどこから来たんだ？ブルーガーデンって言ってもわからないよね。
も行ってみてえな、他の国。この島出たことないの？俺、ここでみんなの修理してるから。もし俺が出て行ったら、機械直せる人いなくなっちゃうからな。ちょっと全力で寝る。急に寝る系？急に寝る系なの？変なの？なんでこんなところに人間が一人でいるんだろうって顔だね。四季は特別なんだ。10年前に魔王様が連れてきて、孫のように可愛がっていた人間の子。そういう配役の一番偉い機械だったんだ。もう壊れちゃったけど。そっか。さあさあ、もう遅いし、今夜は2階に泊まっておいて。その前に、こいつの髪切っていいですか？気になって気になって。僕たち人間のセンスわからないし、いいよ。じゃあ、城主様、あの娘は。分かっておる。時は来たということじゃ。俺の髪がなくなった！マイケル、大変だ！って誰もいねえ！あれ？みんなどこ行ったんだ？広場の方がうるさいな。行ってみるか。朝から大勢集まってんな。なんかあったのか？おい、何の騒ぎだよ。レベッカ！シキ！目が覚めたら縛られてたんだけど、私何かしたかな？上司様！そいつは俺の友達だ！他の国から来たんだ！悪い奴らじゃね？我々は100年、この時を待っていた。外へ行くための船を持つ者、この人間は消す！外の世界へ行くために。何言ってるかわからねえけど、ほどいてやってくれよ。みんなも上司様に何とか言ってくれよ。人間は敵、我々を見下す道具としか思ってない。平気で壊す。僕は道具じゃない。ウイルスで我々には自我が芽生えた。人間の道具ではないという自我が。我々は人間どもに復讐する。この世界は、人間は全て敵、敵じゃ。なんて、みんな友達だろ。やめなさいよ。こんなの地球、この国の人みんな友達だって。友達なんて言ってたら、友達って友達じゃねえんだな。お前は人間、我々は機械。じいちゃんが言ってたんだ。
お前のために涙を流せる友達がいたら、そしてその涙のために戦え。俺は好きだ。四季のあの力、戦国時代の力、ベーテルギアだ。使える人がこんなところにいたなんて。まだまだ。ぶん投げる。ドリア。終わりだ。中心。無駄か。機械の正確な射撃を人間の能力でかわすことなどできん。俺にならできる。お前にできることなど、この島から出ていく勇気もないお前に。蹴りをつけろ。魔界流重拳。人間は敵。お前ら、行け。残る。いいから来なさい。友達でしょ。これ他の国に行く船じゃないのか。船だけど、外を見て。え、ここは桜コスモス。これは宇宙を駆ける船。宇宙って概念は知ってる？それくらい知ってるぞ。あれだろ、ほら、星がいっぱい浮いてて。うえぇ、これが宇宙。宇宙へ行ったか。機械の我々は止まってしまう。こんな魔王様に式を宇宙に出してくれと頼まれていたしね。こうでもしねえと出ていかねえからな。全員直してやるってさ。みんな良い演技であった。魔王様、約束は果たしました。でもこんなに悲しい気持ちになるなら、こんなに寂しい気持ちになる。心なんていらなかったのに。なっちまったけど、みんな友達だった。ありがとな。みんながいたから寂しくなかった。私の名前はシャオメイ。何者かはいずれわかるでしょう。この物語の語り部とでも思ってください。
重力のエーテルギアを持つ少年が故郷を旅立ちました。彼にはこれからどんな運命が待ち受けているのでしょう。後に大宇宙に名を残す男、シキ・グランベルの冒険の始まりです。感じか。他の少年はこの宇宙に何をもたらすのか、伝説の英雄となるのか、魔王として破壊の限りを尽くすのか。さあ、冒険の始まり、あなたの足で進むのです。惑星ブルーガーデンに行けるようになったわよ。オイラたちの次に向かう星、冒険。ねえ、あんたはすっごく強いし、私たちのボディーガードやらない？いいけど、なんでだ？私たちはこの B キューブっていう動画サイトでいろんな動画、 B キューバーなんて呼ばれてるわね。すげえなこれ。ただ B キューバーっていろんなところに行くから怖い目に遭うこともあるんだ。だからか、乗った。なあ、あの上の方どうなってんだ？さあ、高くてわかんないな。見てくる。いいわね、あんた空が飛べて羨ましいな。お、じゃあレベッカも来いよ。私、エーテルギア使えないから。エーテルギアは関係ねえぞ、じいちゃんのこれで飛んでるんだ。これで飛べるの？ああ、前にじいちゃんからもらったんだ。上司様やマイケルは大切にしろ、ジギーの遺産だって言ってた。遺産なんて、そんな大事なもの私に渡していいの？ああ、友達だろ。ありがとう。すごい、
ことのないアングルの動画も撮れるわね。えい、すごいよレベッカ。うん、すげえ。下からパンツ見てんじゃねえ。ギルド流星の灯火、準備はいい？冒険の始まりよ。冒険の始まり。まず受付のクラリスに会って、あんたの冒険者登録をしなくちゃ。するといろんな星に行けるようになるの。任せとけ。できる？当たり前じゃない。ただ時間はかかっちゃうかな。じゃあその間は式にギルドの中を案内してるわ。うん、カードができたら連絡を入れるね。あんたの重力のエーテルギアってどうやって身につけたの？おう、じいちゃんに教えてもらったんだ。だけどまだじいちゃんを超えてないんだ。俺はもっと強くなりて。確かにまだ途中って感じがするというか、もっと強くなれる気がする。よし、もっと強くなってレベッカたちを守れるようになるぞ。集まって何やってるんだ？あなた、ちゃんと並んでくれます？サインは10万グリ、握手は1万グリですわ。あら、底辺 B キューバーのレベッカさんじゃありませんか。知り合いか、こいつ。ラビリア・クリスティ、有名 B キューバーってやつ。で、私をバカにする嫌なやつ。ここんとこ動画面白くないですわ。
そろそろ引退考えたらどうです？余計なお世話よ。せいぜいつまらない動画を量産してくださいな。おい、なんですの？サインが欲しいなら。なんですの？これ友達泣かしたな。シキ、そんなことしなくていいから行くよ。なんですの？なんですの？あれ、レベッカさんのお友達ですの？あいつ動画回しますわ。ギルドの中はだいたいこんな感じね。あと、わからないことは？じゃあ、あれってなんだ？マザーよ。マザー？って言ってもホログラムだけど、実際はあれよりもでかいんだって。なぜ、何のために存在するのかも分かってない謎の生命体。昔、桜コスモスの外に出た冒険者が偶然見つけたって話以外は情報がないの。俺、こいつに会ったことあるような気がする。マザーに会ったって？マザーを見たってやつには何人も会った。だが実際は全部ホラ話だ。こいつで何人目だよ。おい、お前ら、言いたいことはよくわかった。とりあえず俺と友達になってくれ。友達だってよ。なんだよこいつ。なんだレベッカ、ギルドはもういいのか？うん、もう少し時間かかりそうだし、街で暇を潰しましょう。すっげえ、ギルドよりも人がいるな。この男、俺と友達に。待ちなさい。いい人も悪い人もいろんな人がいるの。闇雲に行っちゃダメよ。都会でいい人、しかも運命的な出会いなんて奇跡みたいなもんなんだから。ふん、オイラとレベッカみたいにね。へえ、奇跡ね。どんな出会いだったんだ？路地で動けなくなってたオイラをレベッカが助けてくれたんだね。路地？それってわかんないけど、きっと捨てられちゃったんだ。でもレベッカが私と同じだねって。それからはいつも一緒だよね。うん、一人ぼっちじゃないよ。ずっと一緒、これからもね。ハッピーだね。だから名前がハッピーなの。私が幸せだからね。うん、オイラハッピーだよ。よかったな、レベッカとハッピー出会えて。ちょ、あんたこんなことで泣かないでよ。シキは優しいんだね。そういうわけで、私とハッピーは子供の頃からずっと一緒なの。えい！ね、これエクシド製の猫だろ？俺にくれよ。
つーかもらったわ。離せ。それじゃ。ハッピー。友達泥棒ゲレッサン。レベッカ、オーダー。返せよ。すっごいガキだ。くらえ。なんだ。くそ、あいつはどこだ。煙で見えねえ。スキ、大丈夫。なんともねえけど。くそ、あの爆発。そうだ、あいつらが置いたもので逆に攻撃してやるの。どっちに行けばいいんだよ。ハッピー、どこにいるの。返事をして。レベッカ、助けて。そっちで、今行くから。ぶん投げ。どうだ。何しに来やがった。ハッピーを返しなさい。ハッピーに少しでも傷をつけたら。おうおう、
何の騒ぎじゃい。パパ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 。兄貴、エクシド製の猫でかっさらってきました。おお、これは高く売れそうじゃい。ニパパパパパパ。おかしな技を作って。ニパパ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 。どうだ、このままじゃやべえよ。チャンスだ、今なら逃げられる。猫が銃ハッピー。あんたらよくもハッピーをさらったわね。許さんぜよ。正確すぎだろ、全弾ヘッドショットかよ。銃に必要なのはレートじゃい。この火力、パパ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 パ。ハッピーブラスターはレートも高いんだよ。エーテル弾だからちょっと痛いけど死にはしないから。レベッカ、お前ボディーガードいらねえじゃねえか。レベッカ、ハッピー。レベッカ、冒険者カードができたわ。ギルドまで取りに来てね。クラリス、ありがとう。指揮、登録完了だって。ギルドに行きましょう。